Hello everyone! 皆さんこんにちは、千秋です。今日はイギリス英語とアメリカ英語の違い、キャントの発音の仕方と、あとはOを使う単語の発音の仕方についてお話ししたいと思います。まずアメリカ英語とイギリス英語のキャントの発音全く違います。can は何々できる、 can't は何々できない。私たち日本人は can't っていう発音で習いますよね。 I can't do this, I can't handle it, I can't make it。 イギリスでは can't を can't と発音します。 can't、 so I can't do this, I can't handle it, I can't believe this, can't。 ちょっとアクセントを can't、 can の上に置いて発音します。 can't, can't, can't。でちなみに can の発音はイギリスもアメリカも同じ発音です。なのでアメリカでもイギリスでも I can do this, I can believe him, I can deal with it, I can help it。 打ち消しの can't になると、イギリス英語は I can't do this, I can't do this。 アメリカ英語は I can't do this, I can't do this。 信用できない、 I can't believe it, I can't believe it。アメリカ英語は I can't believe it, I can't believe it。 手に負えないは I can't deal with it, I can't cope with it, can't。 アメリカ英語は I can't cope with it, I can't manage it, I can't deal with it, can't。 can't と can't 全く違いますね。アメリカでは can と can't の違いがたまに聞き取れなくって、ネイティブ同士も can って言ったの、 can't って言ったのっていう風に聞き返してるのをたまに見ますが、イギリスでは can't と can't 全く違うので、そうですね、聞きやすいっていうのはいい点ですね。 So next one、例えば hot、 暑い、暑いですよね今日本。 It's hot every day。 hot という、単語があります。アメリカ英語は hot。 Oh my god, it's hot today, hot。 ちょっとあーみたいな、ちょっとあーの、サウンドが入ってますよね、 hot, hot。 でもイギリス英語は hot をそのまま発音します。 hot, it's hot。 もしくは、あ、彼女すごい綺麗ね、 she's hot, he's hot, hot。もしくはコピー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 、日本でも使われるコピー、イギリス英語はコピーコピー、アメリカ英語はコピーコピー、アーの発音になります。次コーヒー、イギリス英語、イギリス英語だとコーヒー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 、オーの発音です。アメリカ英語になるとコーヒーカフィアーの発音になりますね。箱、ボックス、ボックス、 I need to get some boxes, box。 アメリカはバックス、バックス、バックス、 some boxes, box。 結構最初ビデオを作った時はそんなに気づかなかったんですけど、毎日ちょっと意識してみると結構違うものってあるんですね。例えば日付の表示の仕方、アメリカ、日本、イギリス違います。これを間違うとちょっとはい、危ないというか本当にコンフュージョン起きますので、これもまた次のビデオで説明したいと思います。あとは階段の数え方、日本とアメリカは一緒なんですけども、イギリスが数え方違うんですね。なのでお友達と待ち合わせをした時に数え方の違いで違うフロアにいたっていうことがあります。私ありました。いつになっても来ないみたいな、やっぱりそう違ったフロアにいたので、はい、そういうのも説明していきたいと思いますので、またビデオをご覧になってください。 That's it for today and thank you so much for watching。私は今アフリカにいます。ちょっとこれ見てください。プレゼント買ったんですけども、この包み方が雑なんです。もう一つのてか、これもこれありですか？絶対日本でないですよね。もう開いてますもん、ここ。マントマットです。お食事するときに下に敷くんですけど、どうしよう、リアルかな、こんな感じ。裏もね、聞いた、これはこれもチーター、これはエレファント、ショウさん、ライアン、トラス。